ミスターシルクです。だよ、もうそれだよ。流行についていけてますか？うわ、怖い。無理。うわ、そういうやつか。流行についていきましょう。無理。そこは頑張ろうよ。クイズを出します。お、これ知らないって流行ついていけてないんじゃないって言われるやつ。うわ、絶対に聞いたことあるけど、めんどくさがって見てないんじゃないかなっていうやつです。こちらです。うわ、恐ろしいんすか。まずいぞこれは。こちら、呪術廻戦です。今ものすごい流行りですね。呪術廻戦呪術廻戦ね。何回言っても言えない。この反応を見るに、マサイ君はなんとなく知ってるっぽい。え、嘘だよ。え、嘘だよって何。大ヒット漫画はもう今こうしてる間にも生まれてるんですよ。これやばいことになっちゃいそうだな。はい、今回は今来ている呪術廻戦から問題を出させていただきます。うわー、領域戦回しか知らない。戦回。違う。お前戦回ね。あ、展開だな。読んでなくても当たるような問題を持ってきました。逆に読んでる人からしたら、いやそれはみたいな、ね、まあそのレベルは。そうなんだ。皆様当然読んでるよねということで問題出させていただきます。仮に読んでなくても当てられたら読んでるってことになってる、うん、なってないです。それはなってないです。1問目、呪術廻戦第1巻、特級呪物と言われているものが学校でよく見るあそこに隠されてます。さてどこですか。お書きください。このシーンから物語がスタートします。第1巻の一番最初ですね。いやもうだから学校にあるとこ入れれば絶対当たる。まあそうだね、3人中1人は当たるんじゃないかなって思ってます。1問目の答え、せーの、ドン。はい、百葉箱、使われていない男子トイレ、給食室。いやもう呪術廻戦だから、うん、廻戦違います。呪われたエビとカニの話になるわけです。違うんですか。違いますよ。あれ海物語じゃん。使われてない男子トイレ、百葉箱。はい、百葉箱です。お、すごい。中尾君正解です。よっしゃー。昔小学校の頃、あの箱は結構いろいろ伝説いろいろ入ってなかった。あった、ある。なんか中に入ってる神様がいるとか。さ、昔テレビがいるって言われてたけどね。第2問、虎杖君、主人公ですね、うん、は特級呪霊である両面宿儺の指を食べてしまうことから物語は始まります。うん、その指は全部で何本と言われてますか。指食べちゃうの。赤ちゃんの丸のみ。丸のみ。丸のみ。全て含めて何本あるか。呪術廻戦はね、まあ、あの呪いを払う物語ですので、うん、まあ呪いが現れますね。一斉に答えをオープン。せーの、はい、ドン。6本、10本、4本。うわー、これ全員正解です。20本です。は、増えてるだろ。食いすぎじゃない。で、主人公があのその指を食べて、うん、両面宿儺を中に取り込むんだよね。で、両面宿儺復活させちゃいけないから全部指食わしてから殺そう主人公をね。じゃあこれ読んでる人は、うん、手見たら、あ、お前の手うまそうだなって見れる。ならないです。ならない。そういう目線じゃ見てないし。美味しそうっていう目線じゃないでしょ。あの本編もクソまずいって言って。あ、そうなの。襲われてこの状況だとヤバいってなって、自分の中に呪力を溜め込むために指を食べます。3問目、主人公虎杖君の 50m 走のタイムは何秒。最近のジャンプはいきなり速いパターンはないんだ。ああ、努力型好きだ。そういう目線な。そう、確かにな。指食ってから早いんじゃない。あ、でもどっちなの。指食ってから食う前。指食う前です。指食う前、はい、いや、これはね、多分鈍足パターンだよ。これが主人公の虎杖君です。3問目、回答全員オープン。せーの、はい。 10.102 秒。呪術。あー、考えたね、それは。これありそうじゃない。呪術一般的に6秒だったら早い。早いね、うん、早い方にしてるから11秒。まあ一般的に言ったらそんなに速くないね。そうですね。 50m 走だからね。虎杖君の 50m 走のタイムです。3秒です。はやー。あの何にもやってる人間の状態で。あ、もうそもそも強い系だったの。ハンドボール投げをルール分かんない状態でぶん投げて 30m ぐらい吹っ飛ばします。じゃあ天才タイプだ。天才タイプです。ちなみに3秒で 50m 走るってことはほとんど乗用車と同じですね。やば。人間乗用車だよ。第4問目、作中最強の呪術師で目隠しがトレードマークの人の名前は何ですか。今一番聞くと思う。いや、俺聞いたかもしれないです。やばい、まあ、もしフルネーム当てられたら2ポイントあります。この人です。こいつがいるだけで世界の均衡状態が変わるぐらい強いです。答えの方オープン。せーの、はい。それは作者です。お前、見えるところ行ったら絶対強いよ。一回消しゴムで消してしまえば誰でも倒せる。そういうことじゃないんだ。峯岸隆一。まあ、確かに強そうでは。五条悟。俺これね、多分来たっぽい。俺これ一回調べてるんだよ。あ、本当に、うん、それとは誰か。そう、俺最初ウイレの人だと思ってたの。ウイレじゃない。ウイレ。ウイレの人。いないで、いないで。いないで。あ、五条さんって
キャラクター。ゴージョさんいますね。はい。なんかで1位だったのよ。はい。で、俺それをなんかみんなが言ってんのかと思って、平井さんは、全然ちげえじゃんっていうので、知った。はい、あっちのゴージョさんはなぜかランキングに上位にいる、めちゃめちゃ面白いタイプの、ね。そう。正解です。ほら、来たー。フルネーム正解なんで。感じ合ってる？感じ合ってます。マジで？はい。なので、2ポイント。俺ー。いや、なんかの動画でね、シュークが一回言ってたんだよ、この人の名前。ああ、言ってたかも。普通の体術とかの戦闘スキルもえげつないんだけど、止めたり、引き寄せたり、放出したりできる。で、普段は目隠しをつけてるんだけど、それを目隠しをプッと外すと、もう激烈に強くなる。イタドリックっていう主人公の先生です。はい、5問。はい。はい。呪言師で、犬巻トゲさんという方がいます。喋り方がとても特徴的です。普段の語彙は、〇〇しかありません。どんな喋り方しますか？あるものしか喋らない。ジャンルで答えてくれると嬉しい。例えば、本のタイトルしか喋らないとか。はい。あー、すごいみんな！ザカオ、犬の鳴き声。まさに犬の名前。ナホ、犬種。もう同じですね。そりゃそうだよ。だって犬だもん。今日暑いよね。ワン。元気？ワンワン。こんにちは。チワワ。明日なんか授業あったよね。ダクソンと。こんにちは。じゃあ動画この後1本撮る？プードル。犬種2名と、まあ、犬の鳴き声が1名と。答え、おにぎりの具です。おにぎりの具で喋ります。鮭鮭、おかか、宝、明太子とかっていう喋り方します。え、それ成立すんの？成立します。ルゴン氏って言って、要は言葉喋ると動くなっていうか、あれが止まるな、能力が出ちゃうから。あの口隠してるやつか。そう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 、あいつだ。ああ、おにぎりの具で喋ります。やべえ、見たくなってきたぞ。気になるな、これな。気になってきた。6問目いきます。主人公が通っている呪術の学校、そこに在籍している乙骨雄太という人がいます。学生ながら4人しかいないと言われている特級呪術師の中の一人です。日本三大怨霊であるとある人の子孫です。その人は誰ですか？歴史上の人がいる。乙骨さん。乙骨さん。乙骨さんは乙骨してるね。そうね。ここはちょっと難しい問題ですね。まあでも歴史上の人物言ったんだよな。そうそうそう。全然歴史の上の人物じゃなかったな。誰書いてたの？お前誰書いてたの？気になる。久石譲さん書いてた。やばい、全然出てこない。音楽か。なんで音楽？なんで音楽っつってんの？音楽つらかったっけ。三大音量ね。音量やばいじゃん。やば、音量分かってないか。裏目シアーのタイプのレッ。あ、それでもテレビのリモコンの音量がないっす。やばいよ、あいつ。日本三大音量って何やねん。やべえよ。めっちゃ声でかいやつ。呪術とか呪いの話してるからね。そっかそっか。回答オープン、せーの。はい、はい、漢字知らん。貞子。はぁ、お前他の作品だからね、それ貞子。それは絶対ない。ちょっともうこれ一回スルーしてください。あの、もう今の瞬間もうモザイクかけました。はい。渋沢栄一、徳川家康。え、答えはですね、菅原の道真です。聞いたことある？菅原？菅原の道真。水垂れ？現在は学問の神としても親しまれてるようです。俺らには無縁だな。7問目。東京校2年には1級にも推薦されるほど実力があるとある動物がモデルになったやつがいます。その動物とは何？パワー系じゃなさそうだよね。なんかね、いや、でっけえのね。これはパワー、パワーよ。この問題は動物書けば当たりますからね。ちなみに戦闘時には違う動物になったりします。答えをオープンしてもらいましょう。せーの、はい、はい、カンガルー、コウモリ、オオカミ。あー、確かに戦いそうだね。全部月見て変身しちゃうパターン。あー、そういうことね。コウモリは超音波とか隠密行動得意だなっていう。あー、そういうこと。カンガルーは、まあ、戦闘力が普通に高いと。答え、パンダです。パンダ、パンダ、パンダ。キャラクター名パンダ。キャラクター名で、まあ、あの2年生のパンダですけど。パンダくんがいいの。パンダ。ちなみにこのパンダ、犬巻さんよりよく喋ります。うわ、もう見た目はパンダ。正真正銘パンダではないの。8問目。東堂葵という人がいます。実力は最強の五条悟にも認められてるほどではあるが、〇〇で人を測る性格の異常性が見られます。どんなところで人を測りますか？むちゃくちゃ硬い。一斉に答えオープン。せーの、はい。筋肉、筋肉があるかないか。筋肉、ん？筋肉。力一個で大丈夫です。ガタマだね、そりゃ。ちょっとね、力入りすぎた。力入りすぎてますね。でも筋肉、いや筋肉だよね。こんなの見せてもらったら筋肉ですよ、これはもう。
はい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 。答えは聖域です。もうさ、ちなみにこの人は、まあ、ケツがでかくて長身の女性が大好きです。性癖にはそいつの全てが反映されるって言ってます。肉体派的にも強いんだけど能力も結構強い。拍手すると相手と自分の位置を変えられる。9問目、呪術高専京都校の学長学願寺さんという見た目がおじいさんである人がいます。術式はとあるものを使います。どんな戦い方しますか？戦い方が意外性ナンバーワン。主人公がいるのが東京校です。そして、まあ、京都校っていうのがその学願寺さんが学長を務めてるところ。ちなみにマサイの家にあります。俺の家にはあります。んだもの家にはない。俺ん家にないの？うん、ザカオの家には、一人暮らしの方は分かんないけど実家にあるかもしれない。はぁ、あ、ちなみに元木は持ってない。マサイの家にあってできたらかっこいい、誰しもの家にあるとは言えないもの。全く分からないんだけど。いや、これは分かったぞ。分かった、これは分かった。もし仮におじいさんになってもそれやってたらめっちゃかっこいい。一斉に答えをオープン。せーの、はい、はい、エアガン、レンズ、スケボー。レンズでどうするとの戦い。写真撮ると死ぬ、うん、強キャラ。スケボー、まあ、かっこいいね。おじいちゃん乗れたらかっこいいし。やばい、俺はないけど。てめえ持ってよ。ギターです。あああったわ、みんな持ってたな。おじいちゃん持ってたらかっこいいわ。かっこいいわ。ギターを弾いて自分の体をアンプとして戦います。めっちゃ強い、ね、楽しいジジイだな。最後の問題です。はい、お願い。呪霊には階級があります。特級、1級、2級、3級、4級。4級が弱いわけですね。4級の強さはおよそ丸々で倒せると言われてます。さて何なら倒せますか？丸々使えば当たるっしょ、ね、ヒント、俺は持ってない。元木の実家にはあるかもしれない。まあこれ取ったら3ポイントあげようかな。めっちゃあるじゃん。バッチシピンポイントだったら1万7000点あげます。なぜ家に1本必ずあるってものではないかな。1本いけるかな。いや、1万7000点いこう。17。最終問題、答えをオープン。せーの、はい、はい、中尾、クレヨン。クレヨン、クレヨン、4級弱っ。4級弱っ。まさに金属バット。なほ、日本刀。まあ、ちなみにそれ日本馬ですね。え、刀じゃないの？それ真ん中いらないです。クレヨンでどう倒すの？いや、クレヨンぐらいだったらなんか倒せそうじゃないみたいな。お前呪術舐めてんの？なんでだって。答え、バットです。でも金属じゃないじゃん。まさいくん3ポイント獲得です。金属って書かなきゃよかった。木製バットです。木製バットだったら1万7000ポイント。迷ったよ。3ポイントです。うわー、確かに。ですので大逆転勝利、マサイくん優勝。ザカオくんが1ポイント、ナホくんが2ポイント、そしてマサイくんが3ポイントですね、はい、いい感じの並びになりました、うん、めちゃくちゃ興味は湧いた。もうよかったよかった。もうなんかためらわずすぐ見ようかなと思った。うん、おかか、何が。動画見てくれてありがとう。セカンドウェイ、ツイッター、インスタグラム、他にもいろいろやってます。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。